ヒスパニア F111 は HRTF1 チームが2011年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2011年の開幕戦から最終戦まで使用された。前年度に使用した F110 はダラーラによる設計と製作であったが、チーム代表のコリン・コレスが独自設計のマシンも混合していたため、 ガラーラとの契約を解除して制作したチーム初の独自設計マシンである。マシンの設計はテクニカルディレクターのジェフ・ウィリスとチーフデザイナーのポール・ホワイトによって行われる。ギアボックスにウィリアムズ製のものを使用する。2011年1月25.26日にマシン名が F111 であり、3月3日にバーレーン合同テストで シェイクダウンされることを発表した。マシンのシェイクダウンは他のチームより遅れるが、これは前年度にトヨタと提携してマシンを設計しようと試みたものの交渉が決裂するなど、チーム側のいくつかの諸事情が重なったためでもある。2月8日にはインターネット上で F111 の画像を公開した。ダニエル・サイモンがデザインしたマシンカラーリングは、 血管フラッグをモチーフにした白と黒、これにアクセントとして赤に取り入れ、前年度の F110 と比べて華やかな印象を与えている。結局、リュッチの起用アナウンスの際に、新マシンの発表は3月11日のカタロニアサーキットでの最終合同テストに変更することになった。そして3月11日に F111 が公開されたが、 税関で一部部品が足止めを喰らい、合同テストでのシェイクダウンは不可能となった。開幕戦であるオーストラリア GP でのフリー走行が実質的なシェイクダウンとなった。予選では107%ルールを満たすことができず、決勝への出走は認められなかった。第2戦マレーシア GP では107%ルールをクリアしたものの両ドライバーリタイヤ。 第三戦中国 GP ではフロントウィングなどアップデートパーツを装着しバージン MVR-022 に苦白するタイムを記録し若干のタイム向上を見せた決勝ではダブル乾燥を果たし両者揃って初乾燥を遂げた HRT は2012年シーズンを最後に活動を中止2013年に資産が処分された際に ヒスパニア F111 の少なくとも1台は F112 とともに自動車用品のリサイクル業者の手に渡った。ありがとうございます。